天然の痩せるオイルたっぷりの食材を業務スーパーで選んできました。早速ご紹介していきますね。今回3つ選びました。この3つご紹介した後に美味しいレシピもご紹介いたしますので、お楽しみにされていてくださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。1つ目です。こちらです。見えますでしょうか。こちらオイルサーディン、イワシの油漬けの缶詰です。でこちらはですね、原材料見てみましょう。イワシ、植物油脂、食塩だけなんです。こちら無添加なんですね。でこちらはこのまま召し上がっても美味しいですし、またサラダのトッピングなどにつけていただいて もう美味しいんですね。でこのなぜイワシが痩せるオイルがたっぷり入っているのかということなんですけれども、イワシはですね EPA DHA という、天然のオイルがたっぷり入っている食品なんですよね。でこちらはなぜいいかと言いますと、まずあなたの腸内環境を整える油だからなんです。これは腸の中の炎症を沈めてくれる油なんですよね。そのことで善玉菌を増やしやすい環境を整えてくれるオイルなんです。でまたこのオイルですね、体脂肪を減少させてくれる、促進効果もありますし、体温を上昇させる効果もあるんです。低体温のままですと、どんなにそのダイエット頑張ったとしてもなかなか燃やす体にはなりませんよね。しっかりとやはり体温は最低でも 36.5 度はキープしていただきたいと思います。でそのダイエット効果がこのイワシには入っているわけなんですね。でこちらはですね、本当に便利で、私これを最初に見た時に缶切り不要なんですよ。これ便利ですよね。わざわざ缶切りで開けるの大変じゃないですか。手を怪我してしまったりとかですね。なのでこちらすごくパッと使えて便利ですし、やはりその皮ごといただけるというのがいいですよね。この EPA や DHA というオイルはやはり皮の部分に多く含まれておりますから、ぜひ丸ごと皮ごと召し上がっていただきたいと思います。では早速2つ目いきましょう。こちら先ほどの同じ種類のですね、味が違うバージョンなんです。オイルサーディンチリ風味ということで、イワシの湯漬け、油漬けなんですけれども、これが唐辛子入りなんですね。なので例えば、このままお酒のおつまみに登場してもいいと思いますし、少しヨーグルトと混ぜてドレッシング代わりにですね、使っていただいても美味しいですよね。でこちらも原材料がとってもシンプルで、イワシ、植物油脂、食塩と赤唐辛子だけなんです。無添加が一番安全ですよね。安心安全です。そしてこちらも同じく缶切り不要で、パッとですね取り出せて便利なんです。で私はそうですね、辛すぎるものはちょっと苦手なんですけれども、もうこれくらいの辛さでしたら食べれます。美味しいですよ。で、そのヨーグルトに混ぜて潰してね、ペースト状にして、ちょっと若干ドレッシング的に作っても美味しいですし、先ほどのこちら後ほど使った美味しいレシピご紹介いたしますのでお待ちください。さあでは3つ目いきましょう。こちらです。じゃん。先ほどの2つはですね、こちら、インドネシアです。原産国名がインドネシアのものだったんですけども、こちらはイタリアです。イタリアのオイル漬けアンチョビの瓶詰めなんですね。でこちらもとってもシンプル。原材料名が片口イワシ、ひまわり油、食塩だけなんですね。すごく可愛い小瓶で、もう見た目もなんかイタリアプロダクトオブイタリーって書いてあるんですけども、イタリアからね来たんだなと思うとなんかいいですよね。瓶もおしゃれだなと思います。でこちらはアンチョビの油漬けですね。こちらずらずらっと見えますか。イワシの身がびっしりオイルに入っているんですけれども、こちらもですね、もちろんこのままでも美味しいですし、サラダですとかもいろんな使い方があるんですね。そして今からこのイワシ
アンチョビを使った美味しいレシピご紹介してまいりますので、早速チェックしてください。あのアンチョビ、こちらがなければ先ほどの、まあ、缶詰タイプでも問題はないんですけども、今回はこのアンチョビ、こちらを使ったメニューでご紹介したいと思います。では早速レシピご紹介していきます。アンチョビキャベツの作り方です。材料は2人分です。でまずキャベツ 150g で、アンチョビのフィレ 20g で、こちらがですね、小瓶で固形量、要はこう中身の量がですね 42g 入っておりますから、約この半分ぐらいの量ですよね。そしてオリーブオイルが大さじ1、すりおろしにんにくが小さじ1で、黒胡椒がもうお好みで少々、なくても OK です。でまたちょっとこうスパイシーなですね味が、お好みのあなたは先ほどお伝えしましたこのチリ風味、赤唐辛子が入っているこのタイプを代用していただいても OK です。では今から作り方です。まずボウルにこのアンチョビのフィレを 20g 入れて、よくこう潰してください。ほぼペースト状にしていただきます。でそこにオリーブオイルとすりおろしたニンニクと黒胡椒を混ぜていただいて、よくなじませてくださいね。でそしてキャベツはきれいに洗った 150g をですね、手で、まあ、ちぎっていただいてもいいですし、まあ、包丁でもどちらでも構いません。お好みで結構です。それを最後入れます。であとは耐熱ボウルに以上の材料を全部入れて、よく混ぜたものを電子レンジに入れていきます。で目安は600ワットの電子レンジで約3分間、まあ、蓋をして加熱していただきますと食べ頃になるんです。まあ、このキャベツのしんなり具合はですね、お好みがあると思いますので、あんまりそのしなっとしたものがお好みじゃなければ、先ほどの電子レンジのチンのお時間を、まあ、2分ですとか、あとご自分なりのレシピで調整されてみてくださいね。もうあっという間に一品できます。でこのイワシが持つ EPA DHA のその体脂肪のね、抑えてくれる効果が、まあ、ダイエット効果がありますし、もちろんあなたの腸内環境が整って、善玉菌と呼ばれるその痩せ菌をその増やす効果がありますから、もちろんこちらだけでもいいんですが、ここにプラスこのキャベツをですね入れていただくと、その食物繊維がやっぱりたっぷり取れるんですよね。もうすごくですね、もうこの2つの組み合わせはバッチリ腸内環境を整えてくれて、結果あなたは健康的で綺麗に痩せることができるんです。さあいかがだったでしょうか。今回は業務スーパーでこの天然の痩せるオイルたっぷり含んだイワシの食品をご紹介しました。でも忙しい時はね、もうこのままでもいいんですよ。もうパクッとサラダにこうちょいのせでも全然構わないですけれども、こちらのメニューもそんなに時間かからずにもあっという間できますから、日頃のあなたのダイエットメニューとしてぜひぜひ取り入れてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。